ーい、そろそろ寝るよ。明日も早いんでしょ。じゃあそろそろ寝なきゃ。うん、じゃあベッドに行こう。はい、到着。ちゃんとお布団肩までかけてね。大丈夫？じゃあ今日はもうゆっくり寝よう。はい、じゃあ電気消すね。おやすみなさーい。ん？何？眠れないの？じゃあどうしようか。目つむったら眠れるよ。それもダメか。じゃあ今日は絵本読んであげる。うん、じゃあね、絵本読んであげるからしっかり寝ないとダメだよ。はい、じゃあ読んでいくね。ある海に一匹のクラゲがいました。クラゲは空に憧れていました。空ってどんなところなんだろう。いつか行ってみたいな。クラゲは毎日毎日空の夢を見ました。海は暗くて冷たい。でもウミガメがカモメに聞いたことを教えてくれたんだ。空は海とは正反対。太陽の光がポカポカで暖かくて明るいし、とっても広くていろんなものがよく見えるんだって。ある日、クラゲは夢で自分が空に行く夢を見ました。ウミガメが教えてくれた通り、ポカポカ暖かくて明るくて見たこともないものがたくさん見えた。それからというもの、クラゲは空に行けないかと何度も何度も海の上に上がろうと頑張っていました。そんなことを続けていたある日、もう少しで空に行けそう、そう思って今日も頑張っていました。すると突然眠たくなってきました。ああ、もう少しだったのに。でも、明日やったら、今度こそ、いけるかも。そう思い、眠ってしまいました。クラゲは、目が覚めると、海ではないところにいました。ここはどこ？そうつぶやくと、目の前が淡く輝きました。すると、そこには白い衣服を身にまとった人が現れました。あなたは誰？クラゲは問いかけます。私は天使。白い服を身にまとった人は答えます。ここはどこ？クラゲはまた問いかけます。ここは空の上です。天使は答えます。やった、空に来ることができた。クラゲは嬉しそうに言いました。おしまい。どう？少しは眠くなった？まだ眠たくないの？
一冊読んであげよう。じゃあもう一冊読んでいくね。森に囲まれた町、ミーティア。この町に住む男の子のフレッドは星空が大好きです。昼間、木々の間から差し込む日差しを眩しいと感じ、夜は町の広場にある噴水の縁に腰掛け、満天の星空を楽しんで、一日一日を大事に過ごしていました。そして今日も彼は広場にやってきました。夜なので人通りは多くありません。賑やかな昼間とは違い、なんだか大人の時間のような気がして、フレッドはそんなひとときが好きでした。そこに声をかけてくる人がいました。見た目では男性なのか女性なのかわかりません。こんばんは。こんばんは。隣いい？いいよ。フレッドはうなずきました。立たせたままはかわいそうだと思ったのです。二人は星皿を見上げたまま話します。俺、フレッドって言うんだ。君は？私はアルビール。この町には初めて来たんだ。声を聞いてもやっぱり男性か女性かは分かりませんけれども、フレッドにとっては問題はありませんでした。星空を眺めている自分たちは同じだと思ったのです。どこかに行くの？ああ、旅をしているんだ。今日はこの町の宿に泊まろうと思って。どうして旅をしているの？こうやって出会う人との時間をもっと知りたいからさ。不思議な答えでした。フレッドにはアルビールの言っている意味がよくわかりません。たくさんの人に会いたいってこと？それもある。今のうちにやりたいことをやろうと思ってね。お家には帰らないの？帰る必要はないんだ。誰も待ってないから。アルビールはフレッドの質問にどんどん答えてくれます。時には難しい言葉を使いましたが、わかりやすく言い換えてくれたりしました。フレッドにとってアルビールは見知らぬ人から知り合いへと変わったのです。フレッドはこの町から出たいと思ったことはないの？その質問にフレッドはちょっとだけ悩んでいました。出たくないと答えれば嘘になる気がしたのです。フレッドは誰に対しても素直でいたい性分でした。あるよ。そう答えるとアルビールは星空ではなくフレッドを見ました。じゃあ私についてこないか？突然の誘いです。でもフレッドはやっぱり素直でした。彼も星空ではなくアルビールの顔を見つめます。それは嫌だ。町から出たいんじゃないのかい？
そうだけど、パパとママといたいから。フレッドだって冒険をしたい年頃です。憧れもありました。でも大好きな両親から離れることが嫌だったのです。そうか、フレッドはいい子みたいだね。アラビールが微笑みました。私だったらついていってしまうのに。君は大人だから一人でも平気なんだよ、きっと。そうだね。それでも一人が寂しくなる時があるんだよ。だったら気が済むまでこの町にいればいいよ。みんな優しいから大丈夫。ありがとう。二人は笑い合います。フレッドはそれにと続けました。きっと君の町の人も帰るのを待っているよ。そうだろうか。うん、俺と町の人が同じなように、君と君の町の人も同じぐらい優しいと思うんだ。アルビールはフレッドの答えが意外だったようで、少し黙った後で笑いました。その考え方はいいかもしれないね。優しい声を聞き終わらないうちに、気づけばフレッドが見ている世界は暗くなっていました。いいえ、暗いというより、そう、目を閉じていたのです。さっきまでアルビールと話をしていたというのに。そして寝てるんだとわかると同時に、名前を呼ぶ声がします。フレッドが目を開けると、そこにはお母さんがいました。あんた、どうしてこんなところで寝ているの？寝てなんかないよ。寝てたよ。フレッドが噴水のところで寝てるよって教えてもらって来てみたら、本当にすやすや眠ってるんだから。フレッドは隣を見ます。アルビールはいません。ねえ、アルビールは誰のこと？あんた一人だったよ。そうなんだ。この町の宿に泊まるって言っていた旅人さんだよ。さっき宿の主人と話したけど、そんなお客さんがいるなんて聞いていないよ。あれれ、フレッドは首をかしげます。確かにアルビールはいました。話もしました。声も覚えています。そして顔も。でも本当なんだよ。お母さんはフレッドが素直なことを知っています。だからもちろん。うん、あんたが言うならいたんだろうね。今はいないだけ。また会えるかな。会いたいの？いろんなことを教えてくれたんだよ。本みたいな人だった。物知りってこと？それはいいね。お母さんが笑えばフレッドも嬉しそうにうなずきます。ねえ、また星空を見に来てもいい？寝たりしなければね。風邪をひいちゃうかもしれないでしょ。気をつける。それならいいよ。
人は手をつないで家路へと着きます。もうそろそろお父さんが帰ってくる時間でしょう。三人揃ったら夕飯を食べて今日だけの時間を過ごすのです。風がそよそよと吹いています。雲が晴れ、お月様が見えました。高校と町を照らします。風がそよそよと吹いています。雲が晴れ、お月様が見えました。アルビールは町の外で足を止めて振り返ります。家を思い出させてくれてありがとう。そうつぶやくと歩き始めました。そして風が吹くとキラキラと銀色の粉が舞います。アルビールは人ではありませんでした。これまで旅をしてきた彼はあるべき姿に戻り、いるべき場所へ帰るのでしょう。でもフレットは知りません。これからも知ることはないかもしれません。それでもその日の不思議な経験をフレットはずっと覚えていることでしょう。おしまい。寝たみたいだね。今日も一日疲れたね。お疲れ様。明日も眠れなくなったら絵本読んであげるね。じゃあ私もそろそろ寝ようかな。おやすみ。